牛久塾の現代地図に旧三戸街道の道筋を重ねた地図。牛久塾は三戸街道仙住塾から八つ目の宿場町。現在の茨城県牛久市牛久町付近。宿場町は南北に1キロ弱の範囲で広がっている。牛久沼の北東岸の大地上に、区の地形に旧街道が残っている。江戸寄りが下町、水戸寄りが上町と呼ばれる。三戸街道の道中絵図には、 牛久塾の家並みは、本人と十五の旗号を含む124軒が描かれている。現在の国道六号は、その屈曲部を迂回して走っており、宿場内の道幅は7から8メートルのままになっている。古建築はほとんど残されていないが、道路脇のところどころに、井戸市を見ることができる。牛久塾は、戦国末期に描かれた絵図に、牛久塾が描かれており、 牛久城主岡見市の城下町であったものと思われる。駅路無地下劇は、江戸小石川の水戸屋敷を出発してから19の、宿駅を通って水戸までの旅日記で、次の宿までの離定と、天満鎮戦、宿の領主と、神社仏閣、中川の番所、水戸港の領宿名所、名物、言い伝えなどについて書かれたガイドブックのような、古文書である。 江戸小石川から水戸までは30里14丁で、荷物80キロ以内と旅人を馬に乗せる、本人の打賃は合計1,295分と書かれている。また、本書には、水戸港の旅館として、小金の水戸藩下屋敷、牛久塾王将屋佐野屋、府中塾の谷口家の3カ所が記されている。若芝宿牛久塾荒川沖宿。ありがとうございます。